二人の子供が悪人たちに捕まって、どこかに連れて行かれそうになっている。その時、サンタもマルタも心配するな。白馬童子が悪人一味をやっつけてやるぞ。白馬童子が現れた。やーいやーい。どんなもんだ。白馬童子のおじさん、早く、あいつらを、 やっつけてよ。よーし、わかった。さら、この爆弾で退治してやる。えい、ど物感はやられた。悪人は爆弾で飛ばされてしまった。叫び声を聞いて駆けつけた二人の悪人。あれ、仲間はどうしたんだ何が起こったんだ不思議がる二人。 この時すでに白馬童士はサンタとマルタを連れて姿を消していた。二人を助け出した白馬童士が森に行くとそこにはアイバんれ星が待っていた。おお、流れ星、早く来い。サンタにマルタ、これからは注意して悪い奴らに捕まるなよ。はいわかりました。 そう言うと、白馬道士は、ひらりと流れ星にまたがり、去っていくのでした。その頃、おこさずきんをかぶったおなみが、悪人の屋敷に入っていきました。お金を借りるとき、山田屋に預けた宝物を盗んできました。おう、よく手に入れてくれた。カレーがないと、 大人様からお咎めを受けるところだった。と、その時。その宝はこちらにもらうぞ。大きな声が聞こえてきた。何者だ。と、見ると。障子に映る黒い影。悪者め。この白馬同士が、飯取りに参った。覚悟しろ。人を切った上に。 宝物を盗むとは許せん。何甘いなんかに捕まってたまるか。激しく抵抗するのでした。白馬童子が悪人を捕まえることができるのか。次回のお楽しみ。